アメリカ軍の無人機が偵察任務で得た映像情報などをリアルタイムで分析する日米共同の組織が新たに発足しました。自衛隊の基地に配備された米軍の無人偵察機 MQ-9 が日本周辺で集めた情報などを日米共同で分析する組織が東京の横田基地に発足しました。日米共同の情報分析組織は MQ-9 が撮影した映像情報などをリアルタイムで分析し、分析結果を防衛省自衛隊に提供するということです。先月30日、中国とロシアが東シナ海などで爆撃機や戦闘機を共同飛行させていますが、こうした中ロの挑発行動についても MQ-9 などによる情報の分析で日米の連携が抜本的に強化されます。